よし、あれコロちゃん、よし、はい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 、こっち向いてほしいな。はい、はい、お座りして。はい、お座り。はい、あの、お父さん、はい、サークルのお子さん、コロ、こっち来て。はい、よいしょ。はい、それでは皆様こんばんは。本日最後のこの部屋で最後の夜を迎えることになりました。あの、本当に思い出たくさんの場所で、あの、いやあるちゃん、ちょっとだけ座っとってな、お利口さんやで。もうほんならある、こうしてこうして、はい、うるせうるせ。思い出の場所で、最後の一夜を過ごすことになりました。もうね、あのテレビも外して、もうあと何が残る、毛布と布団と冷蔵庫だけ残った状態で、エアコンもないので扇風機は与えておりますが、あ、ちょんちょん、お尻ちょんちょんしないで、冷たいから。はい、コロ、こっちで。お、今日最後の夜、明日から新しいところで、はい、おいで。コロちゃん、これ、最後の夜になりました、本当に。この場所で、たくさんの動画も撮りましたし、なかなかね、寂しい思いというより、なんかやっぱりね、ものすごい不安です。いろんな意味で、タグのオープンに関してもそうですし、もう不安しかないで、まあ明日から新しい場所で寝るんですけど、なんかそれも不安しかなく、まあ、不安、嬉しい気持ちももちろんあるんですけど、不安がものすごく勝っております。ただ私とこの後、まあ、私含めて4頭ね、4頭は視聴者の皆様に見守っていただいてて、本当に心強いなと思っております。これからも新しい場所になります。そして、11月29日はダグ、ダグドッグカフェ、ドッグラン、ドッグプールとしてオープンしますので、今後ともぜひどうぞよろしくお願いします。ああ、笑いていけば笑えんな。じゃあ最後の夜を一緒に過ごしましょうね。いや本当に何もなくなった。コロちゃんも最後、はい、で洗濯機ももうない、むっちゃ汚かったの洗濯機で、このタオルは今日使って捨てる。うん、あ、これ棚とかはねもう捨てます。え、木俣さんか誰か。あ、木俣さん、俺冷蔵庫の電源入れ忘れた。はい。うわ、早いな、ほんと早い。いや、広いね、こうやって見ると山本さん。あ、じゃあ向こうの方が広いよ。あ、こっちの方が広いよ。うん、ちょっと今これでドッグランが開放されてもらうんで、一旦部屋の中に、ハウスよ、ハウスよ、続け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 、ハウス続け、ハウスよ、ハウスつけよ、あるおいで、はい、ハウスゴー、ちょっといろいろと、はい、コロ、サクラ、はい、アルもゴー、ごめんね、いっぱい荷物で取って、コロおいで、はい、コロ、ハウスハウスハウス、何もなくなってまたね、ごめんね、ほんと何もなくなった、あと布団、そんだけ。じゃあちょっと待っとってね。こうやってる。コピーは誰が取りにしてくれるの？すっかり置き去りです。事務所からになっちゃった。これだけ、これごめんなさい。これだけ。で。
着と明日から解体工事が進んですけど、物置は撤去完了で、3時から今日はあの神棚の神棚のあの最後のお参りをしてもらうように神主さんに来てもらいます。わが、やば、なんか寂しくなってきた。ゴミ出さなか、これをもう今日中にやらなあかんねえな。で、さくらたちはまだこの荷物が終わってから行きます。で、ふてくされとる。はい、ごめんね、もうちょっと待って、もうちょっとよ。あ、涼しいな、この中。待て待て待て、必要です。はい、じゃあこのお部屋ともさよならです。よし、とりあえずうんこ行こう。うんこやね、おしっこ。ああ、ごめんごめんごめん。掃除機じゃ迷った。あいで、あいでいでいで。ごめんごめん。よいしょ。ちょっとね、さすがにあのこの状態なんで、どっか逃げてっちゃうといけないので。あ、なんか見とる。あ、この後もったおしっこする、最後に。あー、ぐちゃぐちゃや、いたかんよ。明日からこれの片付けしないか。鍵行っておしっこしよう。おしっこしていいよ。はい、しサッカーからね、まず。はい、お利口さん。こうじゃん、おしっこは。じゃあ、おしっこして。早く向こう連れてって、解放したらなあかんけど、ちょっと最後のね、神棚の、終わりの回だけ、やってもらうので、ちょっと車の中で待機してもらおう。はい。よし、車乗って。ごめんなさい、手伝えんくって。ちょっと涼しいで車の中に乗って。お祓いいたします。皆様どうぞ頭をお下げください。かけまくもかしこきさ、次に玉串を建物についてご配慮をいただきます。
ビューね、まだ行けないの今。ポストはいつつけます？もうつけてください、今日も困るんで。あれよ、ホリ君に頼んだる、余ったのないって。